ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、もう少し経ったら旅行シーズンだよね。私もついにずっと行ってみたかった土地に行ってみようと思うんだ。ほうほう、確かにもうすぐ卒業旅行シーズンだな。一体どこに行こうと思っているんだ？人気どころだと北海道、沖縄、京都、大阪で食べ歩き、大分で温泉巡りってのも良さそうだな。のんのん、魔理沙、自然の力をダイレクトに感じられる場所を忘れているよ。自然の力？自然豊かとは違う感じだな。あ、もしかして。そう、私は屋久島に行ってこようと思うよ。豊かで美しく、日本でありながら少し異なった印象の植物たち。時には霧が立ち込めたり、スコールが降り出したりと時期、季節によって全く違った風景を見ることができるとうない。そしてなんと言っても見上げるほどの巨木である縄文杉。とにかくマイナスイオンいっぱいって感じで、大自然ってのをダイレクトに感じることができそうで今から楽しみだよ。早く森林浴したいな。やっぱり屋久島だったか。縄文杉はそれはそれは大きくて驚愕するらしいからな。私も一度でいいから生で見てみたいな。でしょでしょ。そういえば気になっていたんだけど、世界で一番大きい木ってどこにあるんだろうね。縄文杉かな？って思ったけどそれよりも大きい木がありそうだしね。気になるよ。世界一大きい木か。大きいと言っても高いや面積が大きいなんかもあるからな。それじゃあ今回は世界一高い木、太い木、そして面積が大きい木の3つを紹介しよう。よろしくお願いします。その3つもいつか生で見れたらいいな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それではまずは世界一高い木から紹介していこう。なあ霊夢、2024年1月現在、世界で一番高い木はどこに生えていると思う？え、そうだねー。木が成長するには温暖な気候、適度な日光、そして栄養のある土壌が必要そうだよね。だから熱帯、亜熱帯気候あたり、国土も大きそうな場所、メキシコあたりだったりする？なるほど、いい線ついているぜ。現在世界一高いとされている木はメキシコのお隣アメリカに存在しているんだ。その木の愛称はハイペリオン。ギリシャ神話の巨人族にちなむ名前を持つこの木は、アメリカ合衆国カリフォルニア州に広がる世界遺産、レッドウッド国立公園にて2006年に発見されたんだ。へぇ、アメリカで見ることができるのね。なんでもスケールが大きいイメージのあるアメリカらしいね。それでこのハイペリオンの高さってどれぐらいなの？聞いて驚くなよ。こちらのハイペリオン、樹高はなんと驚異の 115.55m。これは自由の女神やビッグベンなどよりも高く、ビルの高さでいうと30階建てのものに相当するんだ。うわぁ、自由の女神よりも高いのか。そしてビル30階に相当って、全くイメージが湧かないけどとにかく高いってことはわかるよ。ちなみに国内で最も高い木は京都の大悲願国有林に生えている花瀬の身元杉で、その樹高は 62.3m。つまりハイペリオンの方が約2倍大きいってことになるな。日本の木も写真見る限りすっごく高そうじゃない？これの2倍って、視力が悪い人だと先端まで見えなさそうだね。でも実際に見たらすごいんだろうな。絶対に感動すると思うよ。そう思うよな。だがな霊夢、このハイペリオンを見に行くのには途方もない労力がかかるんだ。まずこの木はレッドウッド国立公園の奥深い一角に生えている。加えて道が整備されていないため、険しい山道や密集した藪をかき分け、川を一つ渡らなければ近づくことさえできないんだ。さらに現場は僻地であるため、何かあっても救急医療は期待できないぜ。なるほど。でも困難な場所にある方が見た時の感動がすごいんじゃない？富士山のご来光みたいな感じで。確かに達成感は味わえるだろう。だがたどり着いたとて木の先端は見ることはできないんだ。何せ真下からはハイペリオン自身の枝に遮られて、46メートルまでを目視できるのが精一杯。故に公園の施設管理担当からは、苦労してまで見に来る価値はない、と言われているありさまなんだ。そんな、近づいても見えないなんて。じゃあいっそ周りの木に登ってみるってのはどう？公園内の木に登るのは研究目的以外では禁止されているぞ。この場所、貴重な自然が残る世界遺産でもあるからな。それに周りの木々もハイペリオンに劣らずバカでかい木ばかりだ。仮に登れたとしてもビル10階相応の高さだ。機材なしでは登ることさえ困難だろう。むむむ。それでも世界一だし近くで見たいって人は多いんじゃないの？そうなんだよな。これだけ困難な道のり、下まで到達しても満足に見ることもできないのにもかかわらず、訪れる人が後を絶えなかった。旅行ブロガーから探検家、樹木のお宅や山登りを趣味で行っている人など、本当に多くの人が世界一の木を見ようと押し寄せたんだ。だがそのせいで、樹木の周りに生えている草や低木が踏まれてしまい、周囲の生態系が心配されるレベルまで荒れてしまったんだ。ああ、なるほど。確かに急に有名になったんならそうなっちゃうのもわかるね。中にはハイペリオンまでの到達ルートを残そうとしたり、
ゴミをポイ捨てしたり、人の汚物を持ち帰らずにそのままにする輩まで現れた。そういった理由もあり、現在ハイペリオンから1平方マイル、2.6 キロ平方に近づくことは禁止されており、これを破ると最大5000ドルの罰金刑が科されるんだ。あらら、法的にも近づけないのね。それはどうしようもないね。この木よりもさらに高い木が見つかったら注目もそっちに移るんだろうけどね。かもしれないな。だが、このハイペリオンの樹齢は600から800年とこの種の中ではかなり若い部類に入る。人で言うと20歳ぐらいに相当するそうだ。え、それだったらまだまだこれから成長するってことか。いつか150メートルを超えるなんて日も来るのかもね。お次は世界で一番面積が大きい木について解説しよう。世界で一番大きい木はシャーマン将軍の木。先端が見えないほどの樹高80メートルを超えるこの木は、アメリカ合衆国カリフォルニア州のセコイア国立公園に生えているぜ。その大きさは推定1487立方メートル。これはクジラだと10頭分、ジャンボジェット機だと4機分の大きさに相当するんだ。飛行機4つ分って、とにかくでかいっていうことがわかったよ。そして名前がシャーマン将軍とな、そういう方がいらっしゃった感じ？ああ。この名は南北戦争における北側の指導者、ウィリアム・シャーマンにちなんで名付けられたんだ。この方は、近代戦の創始者や最初の近代将軍などと評価されるほか、作家や戦略論家としても知られたり、現在のアメリカの陸軍式幕僚大学などを築くなど、近代戦略論史に多大な影響をもたらした人として知られているんだ。へえ、私も自分の名前が木の愛称になるぐらい有名になりたいよ。そんなシャーマン将軍の木は1931年に世界最大の木として認定されたんだが、実は競い合ったライバルの木が存在したんだ。その名はグラント将軍の木。キングスキャニオンに生えているこの木はクリスマスツリーの木として連邦内務省から認定を受けており、クリスマスの日にはこの木の下で聖歌隊が歌ったりしているそうだぜ。両方の木とも大きさは圧倒的で世界一をめぐり議論が巻き起こったが、枝を除いた部分の体積を決定要因としてシャーマン将軍の木が世界一に選ばれたんだ。ふむふむ、これだけ大きいと計測するのにも一苦労だろうしね。枝を除いたんであればいくらは求めやすそう。というか、あれ？シャーマン将軍もグラント将軍の木も、これ同じ種類の木じゃないの？ああ、この木はセコイアデンドロンと呼ばれる巨大な常緑針葉樹の一種。セコイアデンドロン属のこの木は、大きいものは樹高90メートル、幹の直径11メートルと、植物のみならず、この地球上で最も大きい生物でもあるんだ。ほえー。地球上最大ってスケールが違うね。クジラが世界最大の生物だと思っていたけどそうか。植物も含めるとこの種が最大になるのか。ああ、セコイア属種は基本的にバカでかいのが特徴であるが、このセコイアデンドロン属はさらに一回り大きいからな。そのため、セコイアデンドロン以外にもジャイアントセコイアや、単にビッグツリーなんて呼ばれ方もしていたりするそうだぜ。生息地はカリフォルニア州のシエラネバタ山脈の124平方キロメートルのみだったり、その成長や種子の飛散に山火事が密接に関わっているなどかなり面白い特徴を持つ木であるから、別の機会で詳しく紹介しよう。さて、最後に地球上で一番太い木を紹介しよう。世界で最も太い木はプーレの木。ヒノキ科ヌマスギ属のメキシコラクウショウという樹木で、メキシコ合衆国南部オアハカ州のサンタマリアデルプーレ内の教会敷地内に生えている。幹周が 36.2 メートル、平均直径は 11.62 メートルにもなり、仮に人がこれを囲う場合、30人が目いっぱい手を伸ばさないと取り囲むことができないほどなんだ。30人って、ほぼ一クラス分じゃん。囲う前にまず人を集めるのが大変そう。だな。ちなみに日本で有名な巨樹である縄文杉の幹周は16メートルほど。このプーレの木がどれほど太いかがなんとなくわかるだろう。今度見に行くつもりなのに、上には上がいるってことか。でもこの写真とかプーレの木の大きさがほんとわかりやすいね。木が太すぎて人が小人みたい。あれ？でもこの写真だと幹がいくつも生えているように見えない？プーレの木って一つの木じゃなくて種の集合体だったりするの？確かによくよく見たら1本の木ではなく、3つの木の集合体のようにも見えるよな。かつての専門家も複数の木からなる合体木ではないかと考えていたんだが、DNA 検査の結果、遺伝子が一致したため1つの個体であることが証明されたんだ。へえ、これが複数の個体からなる集合体だったら、ちょっと引っかかったけど孫うことなき個体であるなら世界一の木として納得できるね。だな。ちなみにこの木は圧倒的な存在感で見るだけでも満足できるとは思うが、もう一つ面白い見方があってだな。この幹のところ、何かの動物に見えないか？何何？あ、これ象じゃない？象みたいに見えるよ。その通り。この木には象の他にもライオンやワニのように見える部分があったりするんだ。大きさに圧倒された後はぜひ探してみてくれよな。
これにて世界一大きい木についての解説を終了するぜ。こんな巨大な木があったなんて、世界は広いね。次は国内の大きな木を知りたいかも。このチャンネルでは他にもヤバい植物について解説しているから別の動画も見てくれると嬉しいです。それじゃあ、またね。